はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はですね、マット・ハービーの話をしていきたいなと思うんですけれども、つい数日前ですね、 KBO のチーム、韓国のプロ野球ですけれども、がマット・ハービーの獲得に興味を示しているという話が出てきまして、あ、ついにハービーもアジアに来る時代かと思ったんですけれども、今日ですね、ジョン・ヘイマン記者がですね、ツイートをしまして、どうも NPB のチームもハービー獲得に興味を示しているらしいんですね。で、ハービーといえばちょっと前まで本当に MLB 屈指の若手投手だったわけなんですけれども、で、最近はちょっと残念ながら怪我などもあって成績の方が伴っていないんですけれども、ただそうは言ってもオールスターにも選ばれたことのある選手ですから、まあ、とんでもないビッグネームが来日する可能性が今出てきているわけなんですけれども、まあ、もし本当に NPB に来るのであれば、個人的にはハービー見たいなという気持ちがあるんですけれども、実際のところ今のハービーどういう感じなのかというところをちょっと簡単に話していきたいなと思います。で、まず簡単にハービーのことを紹介したいなと思うんですけれども、ハービーは2010年ドラフト全体7位指名でメッツに入団した投手なんですけれども、12年にメジャーデビューを果たしまして、で、13年に一気にブレイクして、で、この年ですね、26試合に先発して9勝止まりであったんですけれども、防御率 2.27 でオールスターにも選ばれましたし、で、翌2014年はトミージョン手術で全休してしまったんですけれども、復帰した2015年は29試合に先発して防御率 2.71、 13勝を挙げまして、チームのワールドシリーズ進出にも大きく貢献しましたので、本当にですね、この時代のメッツのローテーションを支えていた選手ですね。ただ2016年に投球フォームを見失ってしまったりですとか、あとは胸郭出口症候群になってしまって、まあ、その手術を受けたりなどですね、まあ、ちょっといろいろとあった関係で、そこからはですね、本来の姿からは程遠いピッチングが続きまして、18年の途中にメッツを解雇されて、で、一旦レッズで持ち直したんですけれども、昨年エンゼルスでは12試合で防御率7点台と全く振るいませんでしたので、まあ、現在は FA という状況ですね。で、ハービーの成績の悪化については、球速の低下がかなり響いている印象でして、13年、15年と活躍した年は平均96マイルぐらいあった速球なんですけれども、まあ、この平均球速っていうのは毎年落ちていきまして、まあ、今や93マイル程度と、まあ、前世紀と比べたら3マイルも落ちてしまいましたし、またここには載せていないんですけれども、回転数も結構下がってしまっていて、15年は2300回転ぐらいあった速球なんですけれども、まあ、それが今や2100回転ぐらいまで落ち込んでしまいましたので、まあ、速球で勝負するのがちょっと難しくなってしまった印象ですね。で、ハービー自身、昔の投球スタイルがもう通用しないということはおそらく理解していると思っていて、で、実際に2018年レッズに移籍してからは結構ツーシームを多く投げるようになったんですね。で、結果として昔のようにバンバン三振は取れなくはなってしまったんですけれども、ただ防御率4点台ぐらいで試合を作ることのできる先発投手には戻っていたんですね。ただ昨年ですね、ツーシームをまた減らしまして、で、今度はですね、今までほとんど使ってこなかったカーブをもっと投げようとしてみたところ、まあ、これが完全に裏目に出てしまいまして、結果的にエンゼルスでの防御率7点台という、まあ、悲惨な成績につながってしまったわけなんですけれども、もしですね、またツーシームの割合を増やしてみたら、ある程度は先発としてはやれたのかなと思いますね。で、昨年のエンゼルス時代がうまくいかなかった話は何度かしたんですけれども、ハービーはエンゼルスからリリースされた後に8月にですね、アスレチックスとマイナー契約を結んだんですね。で、アスレチックスの AAA で5試合投げて防御率 3.18 で、イニング数以上の三振も奪えていましたので、内容としてはそこまで悪くない感じでしたね。なので、このアスレチックスのマイナーで見せたピッチングを日本に持っていくことができれば、少なくとも平均程度の先発としてはやっていけると思いますし、平均球速も落ちたとはいえ93マイルであれば NPB の中でも上位に入ってくるような選手ですから、そこまで活躍の目がないとは思いませんね。ただここで問題となってくるのが年俸なのかなというとこですかね。いくら去年ハービー活躍できなかったからといって、昨年までメジャーリーガーだったわけですし、またオールスターにも選ばれた実績があるわけですから、なかなかのビッグネームな選手で、まあ、年俸も最低でも1億円ぐらいは獲得には必要になるかなと。で、そうなると獲得できる球団はかなり限られてきますし、そうですね、巨人とか楽天、ソフトバンク、ソフトバンクも結構外国人選手多いですからね、まあ、そんなに NPB12 球団の中で今ハービーを獲得できる余裕がある球団は多くないのかなという印象ですね。で、そもそもハービーは怪我も多い投手ですし、またかつては問題も結構起こしていたような選手ですので、まあ、そんなに NPB の球団が我先にと取るような選手でももしかしたらないのかもしれないんですけれども、
ただもしハービーが NPB に来るようなことがあれば、ぜひ生で見てみたいなと思いますし、またどういうピッチングを見せてくれるのかっていうところも非常に注目してみたいですね。果たしてハービーは本当に日本に来るのか、もしハービーが日本に来るのであれば、どの球団に来そうか、ぜひですね、コメント欄で予想などもしていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上となります。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。